アイスアイチャンプルですですです。ですね、今日もこれ3回ぐらい飲みましたかな。便秘薬なんですけど、まあね、少しずつ少しずつ出てくるんですけど、まだなんかすっきりしないって感じですね。こちら3回ぐらい飲んだんですけど、今日はあいうえおかきくけこっていうやつなんですけど、で今度はですね、明日はちょっとこれにチャレンジしてみようかなとかって思ってますね。座薬ですね。まあね、ちょっと便秘をちょっとあいやいやいやちょっときついなとかっていうやつなんですけど、まあでもね、少しずつ少しずつ出ては来てるんですけどね。でまた今日もねすいませんね、横になりながらね、まあミスター N さん、ミセス S さん、また K さんっていうね方からもまたお差し入れいただきました。これはいつもの美味しそうなねサラダですね。美味しそうですね。あとお味噌汁ですね。美味しそうですよね。あとですね、こちらが春菊ですね。これなんかあのいただいたやつだそうです、ケイさんっていう方で、こちらがなんか酵母入りチーっていうことらしいですね。こちらもいただいたもので美味しそうですね。まあ沖縄独特の料理なのかもしれないですね。あとは白いご飯、あスペシって。あとアップルパイですね。あきさんようだね。先ほどですね、ちょっとこぼしちゃいまして、あ汁が底の方についてますね。まあね、今日ちょっとドライブをちょっとだけ、まあ5メートルぐらいバックしたり、また前に進んだりっていう形でやったんですが、まあね、5分か10分ぐらいこう海にね行けたらいいのかなとかっていうふうに今考えてるっていうやつですね。明日のチャレンジ、まあできたら海にね行けたらいいなみたいなことを考えてます。あし余ったやーさい、皆さんいつもね応援ありがとうございます。チャンプルーでした。ピュー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 。